こんにちは。100円ショップで揃う材料で作れるクラフトのアイデアを紹介しているケロです。最近久しぶりに風邪をひきました。久しぶりだったので何もしたくない気分、掃除もしたくないし、料理だってしたくない。ケロ家の食事担当はケロですが、体調が悪い時は別ですよね。ああ、それなのにケロ夫と来たらテレビの前に横になって、今日はもう何もしなくていいよの一言でもあれば、いやいや大丈夫よ、できるよって頑張れるのに、何にも気にしてないケロっと。料理を全部変わってくれとは言ってないんです。ただ気遣う言葉さえあれば気分よく頑張れるんです。そうです、ケロっとにはないんです、デリカシー。まあ大丈夫やろみたいな顔で心配する一言もない。優しくないですよね。腹が立ったのでとっとと寝てやりました。すると次の日の朝、ケロ夫は早朝から仕事に行ったので、ケロは一人で起床。いつものようにリビングで朝ごはんを食べようとしたその時、ん？なんかある。ダイニングテーブルの上に風邪薬と栄養ドリンク、どうやら前日ケロが寝た後にドラッグストアに買いに行ったようなのです。あー、少しは悪いと思ったのかな。ケロ夫はいつも大事なことを口にしません。どうでもいい話はうるさいくらいにするのに、これがケロ夫の優しさの表現の仕方。しょうがないか。